小林秀夫小論中原中也機敏な万熟児と言うべきこの男が現に損するのだから僕は機敏な万熟児がいかにしてあるかその様を語ろうと思うこの男は意識的なのですそして意識はどっちみち人を悲しませるものですしかるにその悲しみ方にいろいろある そして、この男について言ってみれば、この男は、その悲しむ段となっては、まるで無意識化と同じなのです。それは、私に、この男の意志が、まだんしないことを知らせます。けれども、悲しむ段となってだけ、無意識なんてことがありましょうか。それは、考えられません。それで、私が、今はじめに、 この男を意識的だと言ったのを何とか改定しなければなりません。しかり、この男は無意識化なのです。しかるに、用心深すぎるのです。卑怯なのです。しかるに、この男がこの頃、大変卑怯ではない人の分かることが分かるのはどうしたことでしょう。この男はかつて、心的活動の出発点に際し、純粋に、 自己自身のすなわち魂の興味よりもヴァニティの方を一足先に出したのです。そしてこの頃大変魂の大事なことがわかるというのには彼の自己自身の興味に端的する善良性は小さくなかったのです。しかるにヴァニティは一歩先に出たのだからつまりどっちも大きいがヴァニティの方が一歩より大きいのです。というのが この男に先見されたるもの、すなわち素質です。しかるに、素質は自覚されてからは物性を超越するもの、したがって優位的に変わるものであります。さて、機敏な男とは、生活の処理のよくつく男ということと言って差し支えありません。この男は、ヴァニティ、すなわち自己自身の魂のことを後にしたので、 生活のの処理がつきやすすかったのですそして人はバニティの方に傾くすなわち堕落する方は楽なのでこの男は長い間機敏を続けていましたところがバニティの方が魂のことの方より少ししか先に進まなかったのでそして両方大きかったのである時期に至って魂のことの方が先になったのです番熟しました では今は、魂のことの方が先になったのだから、以前の機敏は、右にか左にか、ともかく変化を受けたはずです。ご覧なさい。この頃のこの男は、心は以前より快活なのに、さも物哀れな首筋を見せています。僕は希望として述べておきますが、まだ、今のところでは、しようがない。 できるだけ多くの人に会わぬ方がよろしい。僕は生意気なことを言った。